泣いている赤ちゃんを水を使って泣き止ませる賢ち。あれ面白い。教えてくれる賢ち先生は500人の赤ちゃんを取り上げた助産師西村麻子先生。泣き出した赤ちゃんがなかなか泣き止んでくれなくて困ったことはありませんか？そんな時、赤ちゃんを泣き止ませる魔法のような賢ちがあるんです。その賢ちとは、赤ちゃんを泣き止ませるためには、この音を聞かせればいいです。ではご説明しましょう。まず水を軽く口に含みます。目安は大さじ1杯程度、そして唇を少し開け、息を吸い込みながら下を向きます。騒ぐんだ。すると、あ、でもこんな音は出るよね、という音を出して聞かせれば、赤ちゃんが泣き止むというのです。実際に試してもらいました。こちらは生後2ヶ月の大輝くん。元気いっぱい泣いていますが、一発で聞いた。なんだこれ。なんだろうって感じで顔してる。読みますね。こちらさくらちゃんも水をすする音を聞かせると、ほら、すごい。あ、でも泣いてるんだ。さらにまいちゃんも6ヶ月だよ。しずくちゃんも、何してんだよお前みたいな目した。そしていつもなかなか泣き止んでくれないというすずねちゃんも。あ、すげえ。番組で試してもらったところ、12人中8人の赤ちゃんが泣き止んだのです。泣いている赤ちゃんを簡単に泣き止ませる賢ちでした。